あ、おめでとうございます。結局、その、あの、甲子園に行ける高校になぜこう、だ甲子園に行ってる高校がなぜ甲子園に行けるのかっていうと、優秀な子供たちがそういう高校に入るからなんですよね。なので、優秀な子供たちが来てもらえるようにするためのプロモーションをいかにするかなんですよね。で、その、結局、あの、チラシをばらまくぐらいじゃ来てくれないと思うので、で、 あの中学で本当にトップレベルの子はもうガチのところに行っちゃうので、そのトップではないけど、まあ、あの、そのチームの中で5番手ぐらいの子っていうのをガチでくどいて、その要は、 あの、まあ、その、有名校には、その5番目くらいだと、まあいけないと。でも、こう、あの、高校でも野球をやりたいっていう子を、本気で時間をかけて口説いて、じゃあ一緒に甲子園を目指そうっていうので、一人一人一本釣りしていくっていう形で、その優秀な地元の中学生の、 そこそこ優秀な子を捕まえるっていうのをやって、で、その後ちゃんと練習をして、で、その予選を突破するみたいなので、何かる結果を出すと、あ、この高校ってちゃんと甲子園目指してるのっていうのがだんだん年々伝わってくるので、なのであの、優秀な中学生を一本ずりするっていうのをちょっと心がけてやってみるといいんじゃないかなと思いました。あの、高校野球とかって、あの、みんな大好きで見ている人多いと思うんですけど、高校野球で賭けをしてる人って日本中やたらに多いんですよ。どうやらなんかあの、その、 あの、闇賭博系の方によると、あの、プロ野球よりも高校野球の方が、賭けで動く金額はでかいらしいんですよ。 要は、プロ野球だと、まあ、どうせ巨人が勝つでしょう。はい、巨人みたいになっちゃうんですけど、あの、高校野球だと、あの、地元の高校に賭けたいっていう人が出てきて、要はその、勝ちもしないところに賭ける人っていうのがいると、その分、その、あの、場にで入る金額が大きくなるので、結果として勝った人が超儲かるみたいなのがあるので、なので、高校野球の方が割となんか、金額が大きく動くらしいですよ。はい。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップすると、チャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。 そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではヒゲワイジでした。バイバイ。